はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですね、バクボンバーマン攻略していきますわよ。今回はですね、レッドマウンテンのパカステージ2、こちらからねやっていきたいと思います。まあ毎回恒例ステージ2はね、中ボス戦マスカー三人衆とのねボス戦でございますので、気合い入れていきたいと思います。ではゴー。おー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 おおお、めっちゃ揺れてますよ、めっちゃ揺れてますよ。何ですか何ですか何ですか、そっから来るんかーい。ポーズ決めてますね。降りてきた。ハウト、ハウトさん残機がないんだよな。お、いきなりいきなりキックで食らってますけど。お、ザコか、ザコ。わ、何ですかそれなんかそれはそれは厄介。あの衝撃波範囲広いですね。ちょ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 、あ、やめやめやめろー。命はポイ捨てしていいものじゃないんですよ。あんま壁際で食らいたくない。あと一発ぐらいで倒せそうな気はしなくもないんですが。あーあああ、まずい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 。うわーしてるときがチャンスなのは間違いないんですけど、ね、決まれ、決まらない。やばい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 。うわー、いい調子だったんですけどね。まあぬわーしてるときにためボムを当てて気絶させるのが一番効率がいい気がする。当たるでしょあれ。当たんなかった。ぬわしすぎでしょ。よし、ハートもらっときましょう。この岩をうまく使っていかないと食らっちゃいますね。あれ、ぬわの時無敵か。いや、そんなことないですよね。よし、あと何発か。3発ぐらいかな。そんなにタフじゃないか。ガガ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 、危な危な危な。こっち、お、倒した倒しちゃった。楽勝かな。あー、やばいやばいやばい、爆破する爆破する。え、食らった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 。最後になんか最後っぺの攻撃食らいましたけど、まあハートがあったからなんとかなりましたね。4つしか取れなかったや。勝てたから、よし。では続けてね、レッドマウンテンステージ3いっちゃいましょうか。ボムで崩せる4つの柱。なんかガタガタ音が聞こえる。何ですか？鉱山、おお、トロッコだ。鉱山でお仕事してる敵の下っ端さんが硬いな。あのトロッコは引かれて大丈夫なのかしら。あんまり引かれたくはないところですけど。来た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 。どっちに行けばいいのかな。普通にトロッコの通りに行ってしまう。リモコン、よし、リモコンはありがたい。じゃあこれリモコンを設置して破壊しましょうか。ほら、よし。あ、壊せますね全然。じゃあこのまま、あっ、いや、ダメかもしれない。お、来なくなった。来た、危な。タメボムじゃないと壊せない。あ、あっこにシリウスさんがいる。これこのまま行って大丈夫かな。ちょ、シリウスさん、あびゃー。シリウスさんのところまでたどり着けなかった。どこで落っこちればちょうどいい感じに。ここかな、ここかな、ここ臭いな。よし、こうですね。チワス、危な。チワス、シルスさん、なぜエネルギーを得ることが目的のあるタイルがボンバー製の住人を壊滅させようとするのか知りたいって。簡単なことだ。もし君が何か物を取ろうとした時にそれが埃まみれだったら、まずはその埃を払ってから取るだろう。まあそうですね。奴にとってボンバー船の住人なんてその程度の認識でしかないのだ。それが悔しかったら奴を倒すことだな。なんて奴だ。
アルタイルめ、許しませんよ。ところで、ヒントは全くくれなかったんですけど、どこに行けばいいんですか、私は。ここ敵めっちゃいるから危険地帯なんですよね。こっちかな。柱みたいな、なんかコウモリみたいなのいますけど。リモコンがなくなっちゃった。こっちに戻ってみましょう。戻ってるのかな、進んでるのかな、わかんないですけど。あれ、これ入り口のところでは、スタート地点ではないですか。スタート地点っぽいですね。じゃあとりあえずこっちに向かって行っちゃいましょうか。怖いな、道が細いから。やばいやばい、来た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 。あ、これさっきのところだな。あ、さっきのところまっすぐ行けました。うん、行けますね。じゃあこっち行ってみましょう。道が細い、道が細い。なんか地獄のような場所がありますけど。あそこに行かざるを得ない感じです。タイムがもう過ぎてしまった。お、トゲトゲ柱、これはポチッとすればってわけでもない。タメボムとか置いてみますか。で、特に何もか、ずれてるからダメか。こっちからじゃいけないっぽいですね。とすると別ルートがどこかにあるのかな。こっちに行けという神の意志を感じますよ。じゃあ行って差し上げようじゃないですか。あいやー、行った結果がこれだよ。岩の位置を見切らないと。ブー！ボム出しは厳禁と。ここのスイッチに何か意味があるはず。意味とは一体。さて、どのタイミングで行きましょうね。一番左が来た瞬間、今だ。で、こう。ここのスイッチを押す。そして、ここのスイッチも押す。ここら辺なんかいい感じのやつありませんかね、アイテム。爆弾が増える。あと1個あるんですよね。まあ、こう下に降りていく感じで。ひぃ！今当たってないでしょ。スイッチを押したフラグは生きている。見切れ、見切れ！無理では？ここ、難関が過ぎますよ。難関が、うつっ！よし。ひぃ。よし。ここの一番左はアンチ。あと1個。よし。お、なんかあっちの方で光りましたが、そんな戻る余裕があるかな。あ、こっちから普通に行けばいいか。下に、下に敵がいっぱいいる。さて、じゃあ下の敵を殲滅。うわあ、襲ってきた。じゃあ下の敵を殲滅しましょう。あれ、当たらない。当たらない。よし、殲滅しました。じゃあここで、これを押すと、トゲが消える。お、トゲが消えた。お、ゴールドカード！やった！で、してからに、先に進めるようになるのかな？難易度高いですね。えい！さあ、敵が多いので殲滅してから行きましょう。こっちかな。また一本道なこと。あっ、ぶな、危な。一本道はあんまり好きじゃないですね。あれ、これでもさっきのとこ戻ってきたな。合ってたのか。じゃあこの先にもうタイムがいっぱいだ。この先に何かがあったんですかね。
き落ちないように細心の注意を払っていかないといけないんで、結構あれですね、精神的にしんどいですね。こっちかな、鉄の橋。うわ、また岩だ、岩だ、また岩ですわ。これはどういうことだ。まあどんどん先に行ける。あ、ここあんま壊しちゃいけないやつですかね。壊すとめんどくさいことになりそう。ボムジャンプを駆使しないといけなくなりそう。おっと、敵だ。ゴールドカード、こっちで合ってるのだろうか。ガンガン進んできてますけど、えい、特に何もないな。落ちてった、落ちてった。仕事をはかなんで。あ、これなんかおあつらい向きにあれですね、こう並んでると破壊したくなる。特に何もなさそうな気もするけど、えい、これで壊れるかしら。壊れた。特に何もなかった。この石炭は壊れた。石炭が壊れるだけか。外れ？外れルートですか？やだー、また一本道だー。一本道でずれると落ちるから嫌いです。てい。特にこやつらは倒す必要性もないか。うわー、また一本道ですね。落ちないように気をつけて行くとしましょう。行くしかないのです。ほらー、なんか新しい場所に着きましたね。お、怪しい。完全に迷ってますけどね。こっちかな。ひーひー、緊急回避。あ、やばい、敵だ。燃やされる、燃やされる、やばい。ここまで来てやられるわけにはいきません。あいつ倒しちゃいましょう。倒せるかな、この火力で。無敵か。あ、無敵な雰囲気を醸し出している。無敵かも。じゃあ仕方ない、無視しましょう。どうしようかな。そもそもこっちで合ってるのかしら。完全に迷子ですわよ。じゃあトロッコに気をつけて進んでいきますか。危ない危ない、完全に逆走してますよ。やばい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 、間に合い。本当かこれ、本当ですの。こんな難易度が高いルートを行かなければいけないんですよ。まあこのゲーム難易度高いからな。いや逆か、逆にこのトロッコの通りの道順を通っていく。やっぱりなんか避難ルートが設けられてるからちょっとうさんくさいですね。こっちで合ってるかもしれない。行ってみましょう。ほらこういうところでちょこちょこ、え、命がつながっていない、命がつながっていない。こっちとかどうでしょう。こっちから来たんでしたっけ。もう何も覚えてない。もう何も覚えてないですね。こっちから来たわけではなさそうですが。もうとりあえずトロッコの順路に沿って行ってみるしかない。わあ、なんかめっちゃ迷路がある。これ、臭いですね。こっち正解ルート臭いですね。なんか、こういう迷路っぽい難易度の高いコースは、だいたい正解説。
怖い。リモコンがある。これはかなりおあつらい向きなんで、性解説が濃厚になりましたよ。さあどうですか。お、ぽい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 、あそこだってあれマークありますもん。ぽいぽいぽい。ということはこの柱を4つ壊せば何か起きるんだろう。あ、壊れる壊れる。だってボムで壊せる4つの柱ですもんね。さあ壊しましたか。おー落ちてきた。お、これでゴールかな。やったぜ。迷いましたね。じゃあこれでゴールです。ステージ3クリア。2個。タイム遅い。はい、ではね、今回はステージ3で迷ったこともあってこの辺りで終了とさせていただこうかなと思います。次回ね、ステージ4なのでおそらくレッドマウンテンのボスが控えているのでしょう。次回はボス戦からスタートでございます。ということで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。